何もできない。指一本も動かす気が起きない。ただこうして時間が過ぎていくのを待つだけ。私何のために生きてるんだろう。私サクッと死んじゃいたいんですよえ、ほら生きてるのって意味不明じゃないですか。特段楽しいこともないし、で辛いことってそこそこ多いし、だから死んじゃおって。でも死ぬのって一人でやるのどうしても怖くて、だから協力してください。え、待ってください。そうだ、自ら命を絶つなど。久しくワクワクする依頼じゃの。これは胸が躍るわ。話がややこしくなる。うきゃ、もうちょい詳しく話してくれないすか。そうは言っても別に悲劇的なことなんて何もないですよ。ただ生きてても全然楽しいことないし、かといって生きるのって辛くないですか。何が辛いんだ。そうだな、何が正しいか分かる程度には頭が良くて、その正しいことを行動に移せない程度には怠惰で、それができない自分を許せない程度には真面目な自分だから辛いんです。だからそんな自分を殺したいって普通じゃないですか。あ、もちろんこんな無理なお願い断りたかったら断ってください。私もダメ元で聞いているので。どうするんじゃどうするんじゃ。シディの炎で焼き尽くすか、サコの氷で凍死させるか、影の血の刃で心臓を貫くか。他のアイデアも出そうかの。影？わかりました、その依頼引き受けます。今体の中に俺の作ったウイルスを入れました。ウイルス？このウイルスは俺が操作できます。最悪対象を殺すこともできる。死ぬのが怖いってなら、俺が適当なタイミングでウイルスを活性化させます。無理な依頼を聞き入れてくださりありがとうございます。その方向でお願いします。報酬は私の貯金すべて差し上げますので。なんじゃ、ウイルスで殺すなんぞつまらんぞ。影のことだから本当に自殺に協力するとは思ってないけど、どうするつもり。どうするつもりも何もねえよ。え、やべえ状況だったから問題を先送りにしただけだ。解決策なんてねえよ。そんなにまずい状況だったか。終始笑顔で元気そうには見えたが、あれが張り付いちまってんだろ。どういう意味だ。辛い時に SOS を出せる人間ってのは思いのほか少ない。特に現代では SNS とかでこう生きる人は善、こう生きる人は悪みたいな通説が流れてくるからな。間違ってることをできねえってのは辛い時は辛えよ。なんとなくわかるかも。あの依頼人はいつプッツンって糸が切れちまってもおかしくない。俺はそう思った。もちろん俺の勘違いならそれが一番だけどな。そこまで深刻な状況だったのか。ヒサとシディは親族とか医者とかに相談してみてくれ。影はどうするの。やれることをやるよ。あ、影千代さん。どうも。あれからいつ殺してくれるんだろうっていっつもドキドキしてるんですよ。ある程度距離が近くないとウイルスを操作できないんすよ。今日からは近くにいても。まあそういうことなら。ウイルス操作の話は嘘だけど、これで近くで見張れる。新しいことをしてみる。それ何ですか。ああ、これ漫画っす。漫画？いや、俺この漫画のめっちゃファンで、この漫画読まないで死ぬのもったいないって。読めってことですか。もちろん読まなくてもいいけど、もしよかったらマジ読んでから死んだ方がいいっすよ。はあ。嫌なこと、嫌な人は切る。翌朝。おはようございます。あ、どうも。あれ、仕事っすか。はい。仕事好きなんすね。いや、全然好きじゃないですよ。嫌い、大嫌いです。職場の人間関係もめんどくさいし。じゃあ、なんで行くんすか。え、私が休んだら誰かに迷惑かかるじゃないですか。は？これから死ぬのに。え、仕事行くってことはこれからのこと考えちゃってんじゃないですか。でも、仕事行かなかったら自分のこと許せないです。いいでしょう、もう死ぬんだから。
そうですね、仕事辞めちゃいましょう。新しい人と出会う。で、今日どうするんすか？どうしましょう。なんかやりたかったこととか。水タバコ、私水タバコ吸ってみたいんです。水タバコ大丈夫っすか？私初めてで。最初のうちは肺に入れない方がいいっすよ。あ、そうなんですね。規則正しい生活をする。じゃあ今日はどうも。仕事なんで。あ、そうだ、今日は早めに寝てくださいね。え、なんで？ウイルスの関係です。本当は深夜から早朝が一番自殺率が高いからだけど。わかりました。わめき散らして泣く。数日後。今日はどこに？この前水タバコで知り合った人と遊びに行くんです。へえ。息が。あと数秒もすれば死ねます。え、今？いや、苦しい。依頼ですから。やめて、助けて。私行きたい。あれ、おかしいな。私自分で望んでたはずなのに、こんな契約違反、社会人失格ですよね。いいじゃないですか、別に。ちゃんとしてなくたってクズだっていいじゃないですか。あ、バカじゃないの？何殺そうとしてんの？死にたいわけないじゃん。本当にやるとかバカじゃないの？はい。言ってみただけだもん。辛かったんだもん。いろいろ辛かったんだもん。辛い時はそう言ってもいいと思います。それに俺がやんなくてもいつか死にますよ。だからその時まで行きましょう。うん、うん、ありがとう、ありがとう。なんだよ、かっこいいじゃん。してね。ねえ、これ恥ずかしい。